何が起きたんですか？あの野郎、自分でやってることに気がついてねえの？とうとう覚醒したんだね。僕、嬉しい。あの丸猫はなんだ？ドルイドの修練窟で鍛錬した時に連れ帰ったキャスだよ。あれは、まさか。アーサー！キャス！お前もここにいたんだな！マーリー、あれをアーサーに近づけさせないで。大丈夫か、アーサー？キャス、おめえは一体。みんな、そいつを捕まえろ！生ぬるい。確実に仕留めてください。さもなくば全員思い知ることになります。混沌の力の一端を。あの化け猫、腕を食いちぎりやがったぞ。アーサーの友達じゃなかったの？ニコよ、そやつの正体を知っているのか？ええ、以前とは姿も魔力も異なりすぎていて気づけませんでしたの。かつて母たる混沌に産み落とされた力への欲望と執着の権化にして、自らが混沌の王となるべく力を求め混沌に戦いを挑んだ獣の暴君キャス・パリーグ。混沌との戦いに敗れ地上へと追放された後も悪事を重ねたため女神族に封印されたと聞いて。